村井博明は、地方競馬の兵庫県競馬組合、その田競馬場茂崎商前旧者所属の元騎手である。勝負服の柄は青、銅白星散らし、袖白一本輪。兵庫県出身、血液型大型。地方競馬共用センター騎手家庭第77期生。2003年3月31日付で。 地方競馬機種免許を取得し、山口真澄厩社からデビュー。同年4月15日、第2回、園田競馬1日目第6競争ラ系 c 級4歳、以上条件戦ストロングブレイブで、初起乗。同年6月3日、第6回、園田競馬1日目第10競争ラ系 C11 組4歳以上条件戦を b e バーで優勝し、初勝利。 2005年2月17日付で、山口雅美旧社から重崎小前旧社へ、所属変更。2008年3月27日付で、自己都合により引退した。最終起場は、同年3月21日、第26回、園田競馬2日目第10競争 C22 組4歳、以上条件戦富見県パシオンで5着だった。 地方通算成績は681戦62勝2着81回3着125回、勝率3.7%、連帯率8.5%第77期機試行補正終了式地方競馬情報サイト平成14年度、第4回平地競争調教師、機種免許試験新規合格者発表地方、競馬情報サイト05、02、17班の変更点。 そのだ、姫路競馬兵庫の村井博明騎手が引退ダッシュ NETKEIBA.com 村井博明騎手お疲れさん黒門市常務食卓消服案イベリコ豚のしゃぶしゃぶありがとうございます